えー、皆さんこんにちはイーストスプリングの島田と申します本日はご視聴いただきありがとうございます、えー、この動画ではオンライン専用低コストアクティブファンドシリーズプラスアルファシリーズのおー2024年4月から6月の振り返りと今後の注目ポイントについてご説明いたします、えー、まずはじめにプラスアルファシリーズについてご紹介したいと思います プラスアルファシリーズはコストだけではなく成長性の高さパフォーマンスにもこだわりたいという投資家の皆様のニーズにお応えする運用報酬総額が1%未満のアクティブファンドシリーズです現在はインドの消費関連とインフラ関連に概ね50%ずつ投資するプラスアルファインドベトナム株式へ厳選投資するプラスアルファベトナム そしてインドネシア株式へ厳選投資するプラスアルファインドネシアの計3本のアクティブファンドで構成されていましてシリーズ合計の純資産総額は2024年6月末時点で約274億円へ拡大していますますすた3ファンドべて新ニーサのの成長投資枠の対象となります。 この三つの国に注目している理由は何といっても実質 GDP 成長率の高さです例えば2024年から2028年の今後5年間の実質 GDP 成長率はインドがプラス6.5%ベトナムがプラス6.4%インドネシアがプラス5%と新興国平均を大きく上回る経済成長が期待されます これらは人口動態を背景とした所得増加による消費拡大など内需が成長を牽引しているほかベトナムであればですね加工貿易インドネシアであれば資源輸出といった外需も寄与することも期待されます。インドベトナムインドネシアの株式市場は高い経済成長背景に企業収益が拡大してきた結果 過去20年以上にわたる長期で見ると米国株式を大きく上回るリターンを獲得してきました。またこの3か国の成長を後押しする動きとしては米中覇権争いを背景とした世界的なサプライチェーンシフトが挙げられます。例えば電子機器などはベトナムが注目されていてい 韓国のののサムムスン電子のグローバル生産産拠点はベトナムの輸出産業を牽引していると言えま,すまたインドは2014年のモディ政権発足以降推進している製造業振興策メイクインインディアとも合致して例えば米国アップルの iPhone 生産は中国からインドへ徐々に移転しつつありますし日本のスズキなどはアフリカ向けの輸出拠点としてインド工場の製造ラインを増強しています。 またインドネシアはアジアでは珍しい資源国としても注目をされています特にインドネシアの資源の中でもその将来の成長ポテンシャルが期待されている資源がニッケルですこれまでは主にステンレスの原材料として活用されてきましたが今後は世界的に製作面で普及や後押しされている EV 向けの電池の材料として増産が期待されます インドネシアは世界最大の日ッのサイエンス国でありかつ埋蔵量も世界一を誇っています、えー、付加価値の高い EV 向け電池の材料引いては自国内での EV 生産さらには EV 販売へとつなげるべくインドネシア政府も EV 付及を後押ししています、えー、それでは2024年4月から6月の株式市場の動向についてご覧ください このチャートは2022年12月末からの株価指数の推移です転選以降は2024年4月から6月の3ヶ月間となりますまず同期間の新興国株式市場全体のリターンはプラスの4.1%の上昇となる中でインド株式は最高値を更新してプラス7.3%と良好なリターンとなった一方で ベトナム株式は3%のマイナスインドネシア株式は3.1%のマイナスとなりましたインドでは今年4月中旬から6月初旬にかけて5年ごとに実施される会員総選挙が行われましてモディ政権3期目が決定しました 使用閣僚も留任しましてこれまでの政策が継続されるとの期待感から株式市場は上昇して最高値を更新して同期間は大きく上昇ししました一方でベトナム株式は海外市場に左右される展開となりました米国の利下げ観測の後退や4月のインフレ率上昇に伴う通貨ベトナムドン安などを背景に大きく変動する展開でした。 6月半ばには一時最高値を更新しましたが、利益確定売りに押されて下落した結果、同期間はマイナスとなりました。インドネシア株式もベトナムと同様に海外市場に左右される展開でしたが、加えて今後のインドネシア経済の成長見通しや企業業績の先行きに対する懸念などが台頭して下落した結果、同期間はマイナスとなりました。 こうした環境の中でまずはプラスアルファインドの運用状況についてご覧ください。4月から6月の3か月間はインド株式市場が7.3%上昇する中でプラスアルファインドは消費関連に加えてインフラ関連が政策期待などを背景にさらに上昇したことやさらにこう円安ウっピー高によって3か月間で17.2%の上昇と良好なリターンとなりました。 また純資産総額も時価の上昇だけでなく資金流入も継続して6月末時点で億円へと拡大しましまたプラスアルファベトナムは市場全体が3%のマイナスとなりましたが主に円安どんだ高によって評価額が上昇し1.1%の上昇となりました。一方でお客様からの資金流入が継続した結果 純資産総額は6月末時点で約65億円へ拡大しましまたプラスアルファインドネシアは市場が3.1%マイナスとなる中で円安インドネシアルピア高でプラス3.1%のプラス効果があったものの主に政策金利の上昇などで利益率が縮小した銀行セクターの下落などが影響して6.3%のマイナスとなりました。 えー、純資産総額はお客様からの資金流入が継続した結果6月末時点で約15億円へ拡大しました、えー、まとめると4月から6月はプラスアルファインドがプラス17.2%と好調なリターン、えー、プラスアルファベトナムも円安効果で1.1%のプラスリターンを維持した一方で、えー、プラスアルファインドネシアはマイナス6.3%と低調な結果となりました、えー、これを踏まえて今後の注目ポイントについてご覧ください 中長期での投資を前提とした場合に最も重視すべきは企業の利益成長です左の棒グラフは過去10年間の一生株当たり利益成長率右の棒グラフは2024年から2026年までの今後3年間の利益成長見通しでなりますご覧の通りインドベトナムインドネシア の過去10年間の一株当たり利益は大きく上昇しましたインドはプラス99%ベトナムはプラス101%インドネシアはプラス70%と大幅に利益を伸ばした結果株価も大きく上昇してきましたさらに向こう3年間の利益成長見通しもインドがプラス47%ベトナムがプラス100% インドネシアプラス75%とこれまでの10年間の伸びを上回るペースで成長することが期待されています IMF によりますとこれら3カ国の2024年から2028年までの実質 GDP 成長率見通しは新興国平均プラス4.1%上回る5%から6%を超える成長が期待されていることからも高い利益成長が期待できるものと思われます。 さらにバリエーションに注目すると2024年6月末時点のベトナムとインドネシアの予想 PR は過去10年平均および10年前の水準と比較してもいずれも下回っておりまして非常に割安な水準です魅力的な投資機会と言えるかと思います一方でインドの予想 PR は過去10年平均をやや上回っており 割安とは言えませんがま過度な過熱感は見られないのでま引き続き利益成長を背景とした株価上昇が期待できると考えられます政治的な動きにも注目ですまずベトナムについては7月に最高指導者のグエンフ・チョン共,共産党書記長が死去したためま今後の指導体制が確定するまでは株式市場はやや不安定な値動きが見込まれますので注意が必要です こちらインドネシアについては今年10月に2期10年続いたジョコ大統領からですねジョコ政権からプラボー大統領プラボー政権へ交代をします。これまでのジョコ政権の政策を継続しつつ積極的な財政出動によって国内消費や投資を増やして実質 GDP 成長率を8%へ押し上げることを目指す政策を打ち出しています。 今は具体的な閣僚人事や経済政策の内容待ちの状態ですので注目が集まっているという状況になりますインドについてはモディ政権が3期目に突入しましたこれまで通り製造業振興策メイクインインディアを経済政策の柱として引き続きインフラ整備と海外からの工場移転などを積極的に推進しつつ 選挙結果を踏まえて所得補助や就労機会の創出など農村部対策なども行っていく方針です会員総選挙という政治的な一大イベントを通過しまして今後は企業業績などに注目が集まるといられます決算発表は要注目です、まあ、以上プラスアルファシリーズの2024年4月から6月の振り返りと今後の注目ポイントについてご説明させていただきました 引き続きプラスアルファシリーズをご注目いただければ幸いです。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。